声優とビル稲妻デリバリーシーズン2第14話電池アタック、イエーイ電池アタック。もう解決するの、さっきのやつ。もうお金もらったからな。この稲妻デリバリーって、うん、何話と何話の間にドラマ進みすぎやね、うん、だからもうだからさっきのやつはお金をもらって、うん、ちょっとサメさんとねこのネズミさんみたいなやつが揉め事はちょっとね揉め事あって解決したじゃないですか、うんうん、だから今度はその先にもう行っとるわけですよね。だからもうじゃあ手伝ってくれるようになってんね。そうやな、もう工場長らしい。工場長のことを手伝ってるわけよ、うん、だからワニはどっかに行っちゃったのよ、あ、そうか、もうこれは工場の仕事をやってんねや。そう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 。でこの使い古しの電池を集めて、うん、あの一本の電池にしようみたいな、あ、ちょっとずつ残ってるからってことね、うん、で電力がね、これに充電するんですよ。はい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 、これを売るのかな。この電池がもこの中では猛烈な、うん、あの価値のあるもの、うん、なんで感電するの自分ら。感電したら、いや感電したらもう漏れてるってことちゃう。ロボット工場長やねんから感電したら絶対あかんでしょな、それあかんやん。その前にさ漏れてるやん、漏れてるやん、無駄な電気がいっぱいあるやん。作ってる、めっちゃ喜んでる。ほんまめっちゃ、えどういうこと、あ、透明、あ、え、あ、死んでる、透明になれるからすごい価値があんのかと思った。違うかった、幽体離脱しとるで、あ、ワニおる、まだこういうことか、ということですよ。でこいつ横取りするんですよ。これで売れるよってことね。工場長、ロボット工場長よりもこいつ悪いんですよ。だからなるほど、わ、ロボット工場長は悪くないって。だから実はな、これあげるよってことじゃない。仲間になった印にもらえんねや。これあげるから売りなよ、これっていうことじゃん。すげー、やつやん工場長、めちゃめちゃ、うん、ただそれをワニがずっと見てる、うん、あ、ここ配達すんのか、まだ。そうそう、ここに配達すんねん。デリバリーやからや。じゃああげるわけないやないやものすごいいんねんから。思い出そう、みんな、これはデリバリーや。楽しいなー。